オフの顔や、オフの顔。まあ、俺はラーメン企画の時の挨拶も決まってるから。ズルズルズル。どうもー、マギタです。ブルブルです。はい。最近暑くなってきたな。なんかね、普通に暖かくなってきたね。うん。皆様はどうお過ごしでしょうか。俺らは普通です。お母さんにさ、送るビデオレターじゃないですか。コメントが全部あのふるさとすぎる。まあ、というわけで、うん、まあラーメンお好きですか。入り下手くそすぎ。ラーメンがお好きですか。好き。一番豚骨が好きかな。豚骨か。そんな方のためにこんなものをご用意させていただきました。ジュッジュッと言ってない。川崎のソウルフード元祖ニュータンタンメンの普通のやつとめちゃ辛のやつ。うーん、まあ、ご用意させていただきました。めちゃ辛っつっても俺ら極激辛で。まあ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 、俺なんかだって7、8食ぐらい食ってどうしたみたい。俺普通にニンニクつけるからこっち食いて。うん、じゃあ俺こっちね。選択肢あっていい。まあ、とりあえずそれでは作ろう。うん、作ります。知らないよ、ガチホームのチクソホームガみたいな。クソホームガ、ゴミホームガ、不女子が言ってくる。いいやん、なんなんつって。新規、いやそれはそれはガキ。なあなあ、俺のマナー見てくれよってくる。それ変態のガキやから。ホモガキが。ホモガキ、ホモガキ。なあなあ、それホモガキなんですよ。俺のマナー見てくれよってくる。ホモガキも来るかもしれない。くるくる。不女子とホモガキがやってくる。はい。というわけで、だいたい3分経ちました。はい。これが。あってーん。普通やな。すげえ味薄そうなスープ知ってんの、見た目が。これ。うん、結構味です。良さそう。健康には良さそう。いただきます。いただきます。じゃあお先にこちらからいきましょう。びっくりした。はい、あんまり辛くないやつ。まあ味薄い。レビューとしては最悪でございます。味薄いです、ものすごく。そんなに、うん、スープの見た目通りの味しよう。お湯入れすぎたな。いや俺1000までしか入れてないもん。こっちの辛さマックス。こっちはいや単純に多分なんかこの何唐辛子のあのふりかけが増えただけじゃね。スープもかないからだけですね。あ、だけか。普通に蒙古タンメンとかなんか辛い。確かに10点だもん。最高としたら、うん、何点？3点。こっちは3点。こっちは2点。それはただ単に辛いのがダメでしょ。それは関係ないと思う。純粋に味が薄い、うん、まずくはない、うん、ただ別に美味しくは手放しで美味しいとは言え、うん、まずくか美味しいかの二択なら美味しい。極端な二択なら、うん、はい、というわけで2人とも一応完食はしました。うん、熱いわ。まあ感想はさっき言った通りだけどさ、本当に美味しいかまずいかの極端で言えばまあ美味しいな。うん、確かに。ただ真ん中に別にっていう欄があったら迷う、まごうことなきそっちに行く。ただ我々はこれをまあ 今後買ってくるかというと買いません。買いません、うん、取り出しもしません。食べません。まあとりあえずじゃあ皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあ皆さんまたね。